供の国。皆さんこんにちは。キリンの日ということで、事前に皆様から質問を募っておりまして、キリンの質問いろいろ飼育員さんに尋ねちゃいたいと思います。それではキリン担当の長浜くん、はい、自己紹介お願いします。はい、キリン担当しています、長浜と申します。よろしくお願いします。はい、沖縄こどもの国ではだいたい2人から3人ぐらい動物の担当がいて、あと森くんとこちら長浜くんでキリンを見ております。キリンの質問について聞いていきたいと思います。ちょっと似たような質問が3つあるんで、第1問、キリンには額に角の跡があると聞きました。昔はどんな姿で、その角はどんな役に立っていたのですか。第2問、キリンの角は何のためにあるんですか。第3問、キリンさんの角って本当に必要ですかということで、角に関して3問来てますので、ちょっとじゃあまず角について説明お願いします。パッと見たらですね、2本大きい角が見えますね、うんうん、こことここ これ2つかなと思ったら、これ3つあるんですね、角が。額の方に1つ、多分さ、ここら辺に映像出るはず、キリンのアップの今までちょっと言われてたんですけど、後ろの方にもなんか角があるんじゃないかって言われてたんですけど、またここに映像出るで、はい、これはまた違う、なんて言うんだろう、この骨、頭の骨の延長なのらしい、らしいっていう話ですね。だから昔は5本って言われてたけど、はい、今の一番新しい説だと3本って言われてるんだよね、はい、1個、今言った2個とこの額の真ん中。昔の、はい、だろう、昔のキリン、化石で出てくるようなキリンとか、キリンの先祖ってどうだったんですか。キリンの先祖はですね、今のキリンとは違って、3本じゃない、3本じゃない、日よけみたいな感じでついてるらしいとか、らしいとか、まあ、いろいろ種類がいるんで、このキリンってなんか祖先1匹じゃなくて、こういろいろ住んでる地域ちょっとによってちょっと違ってたらしい、ね、いろんなキリンがいた。今だってキリンの仲間で現世で生きてるのがこのキリンと、あれか、オカピの2種類なので。違います、小森さん。小森さん今ね、こんぐらいオカピって言ってるんで、日本の動物園にはオカピ飼育してるとかあるんで見に行ってくださいまとめると、じゃあ昔はいろんなキリンがいて、はい、角の本数もありました、形もいろいろあったっていう、はい、じゃあ実際その今キリンの角、うちではアミメキリン飼育してしますが、キリンの角ってどんな役に立ってる、何のためにあるんですか。何のためにあるか、何の役に立ってるかっていうのは、こうやって分かってるの、はっきりとは分かってないらしいですね、はい、そんなことだらけ、はい、じゃあ今こうだよねって言われてる説とかあるんですか。一つはメスを奪い合うためにこう戦う、その時に、ネッキングっていう行動があるんですね。長い首をオス同士でガコンガコンするけど、あれめっちゃすごい昔うちにいたキリンがやってたことあって、すごい音が響きます怖い、オス同士、はい、オス同士ですね。もうクリーンヒットしたらもうノックアウト、気絶するぐらいな、もうすごい、折れないんだな、キリンの首と思うぐらいすごいですよね、はい、ノックアウトで済むとかもあったりするらしいですね。なんかそれのための角じゃないかとか、というあとまた他にもあるんだっけ。はい、もう一個あるんですけど、そのもう一個は餌を食べるときにこう葉っぱを夢中になって食べてるときに、枝とか、幹とかがこう頭にぶつかったりして、これを防ぐためにこの角があるっていうのもありますね。人でいうヘルメット的な感じですかね。じゃあ今はでもそんないろんな説があるけど、はっきりとはこれだよは言われてない、これだよとは言われてない、ね、ちなみに長浜君はどれだなとかも、むしろ全然違う説をしたりする自分的にはこう頭を保護するとかっていうのかなと、ありえるかなって、なるほどなるほど、はい、って意味で本当に必要ですかっていうのはまだ何であるか分かってないんで分からないです必要だからでもあるのは確かはい、ということで第4問、キリンはなんで首が長いんですか。これも実ははっきりと分かってないです、これもこれだっていうものはないんです、はい、なぜあるかっていうのは、4つぐらいあるんですけど、うん、まあ、そのうちの1つは、うん、高いところの、ご飯を食べるために首が長くなったんではないかと。
う説。もう一つは逃げるために足が長くなったんですけど、うん、あはい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 、はいはい、草食動物で敵に襲われるかもしれないもんね、はいはい、で足が長くなったって言われてるんですけど、長くなったがためにこう水が飲めない、飲みづらい、はいはいはい、首そうだ折らないといけない、そうそうそう、こうなかなか難しいということで首が伸びたんではないかという説で、もう一個はやっぱりさっき言ったように、メスを奪い合うためにこうネッキングするために、戦うために首が伸びたんじゃないか、うん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 、でもう一つは体温調節っていう説もありますね。太陽に頭を向けて立ったらこの首の下って影になるんで、そのためになんかこう体温を下げるために長くなったんじゃないかという説もありますね。さっきの角の理由と一緒で、これが答えだよはまだ決まってない。まだ決まってない。ちなみに長浜くんはどれだと思う？いやーこれも難しい入力かなと思うのはやっぱ体温調節かなって自分の中では思ってますけど、うん、なるほど、これも実はすいません回答できませんでしたしょうがない、だって分かってないんだもの、はい、はい、説がいろいろあります。じゃあ最後の5問目、ゾウの睡眠時間は1日に数時間だけで、それも短時間、まあ、30分ほどの睡眠を何度か繰り返すと聞いたことがあります。キリンも同様に細切れ短い睡眠を数回1日のうちに行うんですか？はい、キリンが1日に費やす睡眠時間っていうのは約20分って言われてます。20分、はい、ゾウは30分を何でしたっけ、細切れにとってるって言われてるんですけど、うんうんうん、さらに短い、さらに短い、いや本当に睡眠もう寝落ちっていうかもう完全に寝てる、脳を休めてる、体を休めてるっていう時間が約1分から2分って言われてます、ね、うんうん、それを何回か繰り1日のうちに繰り返してるかもしれないですね、それも、はい、長浜くんが見ててキリンたち観察してて寝てるなって思うことある？いやー見たことないですね、寝てるっていうのは、まあ、完璧寝てるな、あ、まあ、でも光とかは、あの子供の光とかね、はい、座って首ぐるってして寝てる時はあるけど、大人気には少ない、大人は見たことないですね、座ってるとこまでしか見たことないです、ね、でもそういえば夢、お母さんの夢、前はさ座って寝てたりしてたけど、ああしてます、光生まれてからしてる、たまにしてます。あ、してるんだ、まだ、まだしてるんだ。中とか。あ、中で、なるほど、なるほど。まあ、晴れの日はここの近いところ。じゃあ2頭で寝てる時とかある？2頭で寝てる時は、さすがにない。あ、やっぱお母さんちゃんと。やっぱ座ってる、同時に座ってるところならギリ見たことあるんですよね。中の方で。うん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 。なるほど。はい、じゃあ皆さんもぜひ、キリン寝てるとこいつかなを観察してもらえたらと思います。これはいきなりの質問ですが、最後にキリンの魅力を語ってください。キリンの魅力。長浜くんが思うキリンの魅力をお願いします。やっぱこう背が高い、でかい。ああ、でかいの強いよね。やっぱ自分が最初入ってきた頃、飼育員さんになりたて、飼育員になりたての頃ってのはちょっとこのでかさで大きい。っていうのでちょっと威圧があって怖かったんですよね。しかも飼育動物がキリンだよね、はい、なんか尻尾でもさちょっとこう振ってハエ追っ払ってるとビュンビュン音なるやん、怖っと思うよね。もう中行くともう足元にもう行くんで、もうすっごい怖かったし、ね、でも今では結構慣れて、まあ、かっこいいなっていう、うん、なるほど、スラッとして背も高くかっこいいなって思ってます、はい、ということで皆さんキリンの魅力お伝えできましたでしょうか。ぜひ動物園で、沖縄こどもの国では3頭の、お父さんのワビスケ、ワビスケ、お母さんの夢、あと子供の光がいますので、ぜひ見に来ていただけたらと思います。バイバイ